落ちはね、そう2回目染めてからちょっと色が落ちて、だいぶなんか赤茶色みたいになったかな。マサラッキーさんハート100個ありがとうございます。パパさんレインボーの星ありがとうございます。こんばんは。ね、髪染めたメンバーあるある、見舞いより見つけやすくなった、ありがたいです。ブリーチはしてないです。ブリーチせずに。お疲れ様です。こんばんは。ね、配信久しぶりです。3日ぶりですね。こんばんはフル、こんばんは。久しぶりになんかちょっとこの画面を見てる。前髪をちょっと綺麗にします。ちょっとあまりにも何もしてない前髪、ほんのちょっとだけでも何かをしようという。こんばんは、こんばんは。今日は寝てました、ほぼずっとね、3日間あったからさ、なんかもう今日はわーってなんかね、すごい力抜けた感じするよね。やっほーやっほー。こんばんは。正面に、おやったね。バウチさんお疲れありがとうございます。ネオレスの50段感じありがとうございます。お前のなんか筋肉痛に若い証拠じゃないですか、すぐ筋肉痛が来るのは。ハニーさんお疲れありがとうございます。パパさんお疲れありがとうございます。ね、もうね、周年終わったってことは11月も終わっちゃうね。こんばんは、いいこんばんは。ね、なんか楽しかったけど、なんかいろんなことがさ、もうギュッて3日間だったから、なんかね、今日はもうわーってふわふわした感じ。こんばんは。筋肉痛はね、1日目に来てあーと思ったけど、それよりよー腰の方が痛いから、今筋肉痛なんかわかんない。筋肉痛より腰が痛い年じゃん絶対お疲れ様でした。こんばんは。今日は寝てました。そう、家帰ってから結局なんか寝れなくって、ずっとぼーっとしてたら4時ぐらいになって、あ、そろそろ寝なきゃまずいなと思って、4時頃に布団に入って寝たら、起きたら18時過ぎとかだった最悪な性格生活です私背筋がないんだよね。腹筋は人並みにできるんだけど、背筋がね全くないんですよ。なんだろうね、背筋ってね。こんばんは、こんばんは。お疲れ様です。もうまあ今日は何もないのでいいやと思って、もうダラダラした生活を送ってました。そう、上体反らしみたいね、それねしてたんだけど、それしたらさ、何、腰が痛くなるんだけど、それってやり方間違えてるよね。どうやったら腰が痛くならないの、あの状態を。なんかエビ反りみたいなするじゃん、
あれしたら私腰が痛くなるの。使うとこ間違ってんじゃん。あれな、どこ使えばいいの？シンデレラね、ソノさん可愛かったね。そう、リハとかいろいろ前日あったので、もうとりあえず寝ようと思ったらこんななんかもう最悪な生活をしてました、今日一日。駅中央付近ね、そうそうね、上体反らしをする時の足どうしてる？上げてる？閉じるか開くかってこと？開いてる？あれ閉じてする？開いてやる？あ、ちょっとわかんない。パパさん完了しました、ありがとうございます。こんばんは。背中の筋肉ってどうやって鍛えるんですか？こんばんは。ね、シンデレラの衣装かわいいよね。閉じた状態でふん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 。プランクはできるよ。難しいね。うん、誰かよな。ダンベルを持って背筋、ダンベルを持って背筋。もう私すぐ腰痛くなるから、多分そう、背筋がないんですよ多分。人様に比べる、人に比べると背筋がないの。腹筋に比べてびっくりするぐらい多分背筋がないの。あ、腹筋ワンダコアなくなりました、家から。なくなったよね、ワンダコア腹筋。あのガッチャンガッチャンするやつ。あれ家にあったけど、あれどっか行きました。ヨルドブ警報買ってももらえたケーキ食べた、美味しかった。バーあれ食べて美味しかった。猫さん今お夜食タイムだから静かです。3-2だよね、うん、なんかお母さんのアラーム 3-2 なんですよ。なんか私が家出る時間とか私を迎えに行く時間とかのアラームが全部 3-2 なの。そう。上体反らしてうつ伏せ、手後ろに組んで、ちゃーできないんだよね。のイントロドン3-2でした。ニコもこの3-2ずっと聞いてるから、ニコイントロドンできるんですよ。3-2だったら反応するの。わかんない、お母さんアラーム3-2だね。なんで？好きだからという単純な理由でした。ヒップリフト、あ、初めて聞いた。なんかさ、ジムとかに行って背筋鍛えるやつ絶対あるよね。行ってみたいんだよね、ちゃんとしたジムに。なんでバーって言ったの？あの曲が流れたらバンされるかなと思って。まあ一応 HKT の曲だけど。こんばんは、こんばんは、桃太郎さん、パンダありがとうございます。楽しかったです、ありがとうございます。コンサート最高でした、わー、よかったです。そう、3-2話で言うと3-2やったんですよ、初めて。お、言われた時、えっと思って、なんか
ね、配られるというか送られてくるんです。セットリストが送られてきて、まあ、ここは誰が出るみたいな、なんか出るねところにいろいろ書いてたりするんですけど、それ見た時に3-2みたいな、3-2書いてあると思って3-2がオールって書いてあると思ってなんか普通だったらまあ16人とか24人とか、まあ6人とか人数が書いてあるところにオールって書いてあって、オールオール初めてやったね、難しい。しかもヘッドセットバージョンじゃなくてハンドマイクバージョンだったから、もうずっとみたいな。それをね、全部下野さんが、そうハンドマイクがあるバージョンの動画がなかったんですよ。ハンドマイクあるバージョンの動画が、そう普通3-2って普段ヘッドセットをねつけてやってるのでね、そうハンドマイクで踊ってる動画がなかったんですけど、それを全部下野さんが、そう下手バージョン上手バージョンって言って、ハンドマイクあるバージョンの、ハンドマイク持つバージョンのね動画を撮ってくださって、私たちはそれをもう見て覚えました。下野さん様々です。弾くには本当に、キュリだよ、こんばんは。下野さん様々で3-2を踊らせていただきました。初めてやった曲が、そうすっごい3-2の曲自体は好きなの好きだけど、踊るのは踊りやすい、わあ難しそうだと思って踊るのは違うなと思ってね、なかなかね、そう踊る機会とかなかったら今回ありまして、難しかった。ずっと90倍速で、なんかテンポを遅くできるアプリがあるんですよ。動画のねテンポを反転させたり遅くしたりみたいなあるんだけど、それをめっちゃ遅くしてやった。なんだっけ、 0.9 倍速か。最初 0.4 ぐらいから始めて最初 0.4 ぐらいで動画見て、うーんと思ってずーっと、0.4 ぐらいでずーっと動画とにらめっこして、どんどん速くしてなかなか、そう1年できなくて、ずっと 0.9 でやってたの一人でやるときバーチさん花束ありがとうございます。難しかったですね。そうもはやスローモーションじゃないかってぐらい、そうスローモーションでずーっと動画とにらめっこして、最終的にしばらくずっと 0.9 でやってたもうタイミングとかがずれて、おおと思ってたからずっと 0.9 だったあ、998日ありがとうございます。そうやっぱ違うよ、そうだよ、いいんだよパパさんバラありがとうございます。998日ありがとうございます。998日ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。3-2が圧倒的に難しい。他に難しいのは万華鏡ですよく言うやつ、万華鏡が難しいです。千日目はちょっと何かしようかなって考えてるところです。こんばんは、こんばんは。そう新公演決まりましたね。警報はここにだって天使はいるいや違う上行ったら言ってないけど、言ってないよ、みんな違う、シッパーって言ってた
そうそう、やりたいって言ってた。どうだろうね。でも絶対似合うし、絶対可愛いと思う。なんでしょうね。パパさんハート100個ありがとうございます。お乳の上履きとかもあるし、ね、絶対可愛いんだよね。マウチさんハート100個ありがとうございます。はるみさん50カウント終了しました、ありがとうございます。でも自分これっぽいなと思うのはね、でもなんかあるよね、やっぱ自分ってこれかなっていうのはある。ないって言われるわけ、ないわけではないって感じあるよね。あーこれっぽいなーっていう。お楽しみに皆さん、まだ練習とかリハとか振り入れとかまだ始まってないのでお楽しみに。こんばんは、こんばんは。うん、まだ振り入れとかはね始まってないですね。年明けてからかな、わかんない。陽介さんレインボーの星ありがとうございます。市民会館とかサンパレスの客席結構しっかり見えます。なんかねすごい客席明るいかなってぐらい結構しっかり見える。見えたよ。こんばんは。始まったら楽曲の話しなくなるね。確かに。岩助さんレインボーの星ありがとうございます。千秋楽か初日にどっち選ぶか、千秋楽。どっちかしか投げられないなら千秋楽を投げます。私だったら最後だよ。だってまあ最初も大事だけどさ、もう見れないんだぜって思ったらさ、もう見れないんだぜこの公演と思ったら最後じゃない。まあ初日も大事だけどさ、だってまあ言ってみたら今から始まるわけで、何度もこれから見ようと思ったらまあね、そうこれから始まるからこれから見れるわけじゃないですか。まあ何度もまあ制服の上も多分何度も見てきてるけど、もう最後だよと思ったら最後に投げちゃうかな私は。分かんない。まあこれまでも何度も見てると思うけどね、そうラストの警報だと思ったら分かんないね。これは多分好みによる。最初が見たい人がいたら最初絶対見たいって人はね、そうユニットのワクワク感とか見れる。初日わかる、初日の特別感があるのもわかるけどさ、わかるわかるけど、でも最後だぜ。あでもそう言われると悩むね。でも最後も大事じゃない、だってもう見れないと思ったら。両方投げてみよう。両方投げてみよう。両方投げてどっちか当たってウェイって思う。そうそうそう。両方投げて、どっちで、そうそう、どっちか当たら当たったらまあまあ嬉しい。っていう。まあ全部そう、全部大事なのは大事です。
ぜひね、もうね、もう次の公演も決まっていようよね。制服の目が千秋楽がっていうのがね、結構もうなんかはっきりしてきたので、ぜひ皆さんいっぱい見に来てください。ね、あと何回かなって感じぐらいなので、ぜひぜひいっぱい見に来てください。制服の目も、みんなが当選することを お願いお祈りしておきます。寝ます。おやすみなさい。良いお年を。良いお年を。こんばんは。こんばんは。とりあえず7日、おお7日、下野さん卒業公演前最後の通常公演ですね。いやー寂しいね。明日配信は、あーどうしようかにゃ、ちょっと待ってね、朝にしようかにゃ、うーん、朝にする。朝の7時半からするので、お時間のある方よかったら見に来てください。朝の7時半からしますね。そうな、ニコ生さんの配信でね、あのドラフト生さんの配信の時間にさ、ね、今年公演出演回数ね多いメンバーね、第4位だった。やった62回、やった。って考えると私さ、ちょっと前にさ結構数年かけて100回行ったのにさ、今年 1年で62回ってね、自分でもわーってびっくり。ね、そう急に今年ペースが、ありがたいお話ですね。そうそう、今はね、そう全チームのね、あの T2 さんも H さんも出られるようになって、まあパチドラもありますからね。あれかな、そうリセット、うん、アンダーにいっぱい出させていただいたのもあるからかな。こんばんは。こんばんは。ありがたいですね、こんなにいっぱい出させていただけて。おやしゃ、一期生さんとかジーナさんとかなっちゃんさんが卒業してから、 H のメンバーがそのね、公演のポジションが変わったのと同時に、私もアンダーで出るポジションが変わったんですよ。そう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 、それからね結構たくさんねよく出させていただくようになったかな。そんな感じ。ニコヤがパクパクしちゃう。マリアさんはもうさすがです。すごすぎる。
一番出てるのは目じゃない？アンダーの時からよく出させていただいてたから。そう、今は多分もともとゆえるさん、ゆえるさんがしてて、その次りなちがしてて、今私がしてるって感じです。今のポジションは今ね、そう、私全部りなちについてってるの、リセットリセットのポジション一番初めに覚えたのがりなちの、りなちがもともとアンダーの時にしてたポジションを覚えて、りなちが昇格してポジションが変わったら、私がもともとりなちがしてたポジションをね覚えて、でしばらくそう、その状態でやってたんですけど、なっちゃんさんとかジーナさんが卒業してから、りなちがまたポジションが変わったのと同時に、そう、私はもともとりなちがしてたポジションを覚えたそう、後追いしてる。制服の目はね、アイチーは後追いしてるんですよ1個目のポジションは違ったけど、2個目と3個目はアイチーを追ってるんです今うん、追ってます人メモリセットも人を 追ってます。私は人をね追って覚えてます。うん、あと追いそしたらね、そう、制服の目のアンダーはりなちがもともと私がアンダーで覚えてたところを覚えてるんですよ。一応追われてます一個だけ追われてるね、一つだけ追い追われっていう感じですこんな感じなのです、アンダーは。そうね、リナチもともとね、そう、今やってるリセットのポジションはリナチがやってたので、そう、初日の時とかちょっとあれってなった時にリナチが 3.5 リナチがすれ違う時になんかだいぶ急に言われたんですよ、そのね、初日の日が、その今やってるポジションの初日がだいぶ急に言われて、当日あっってなった時にリナチがすれ違う時に損全部、そう、私がそうペッって顔してたらそうなの、言ってくれて、そう、すごく助かります、助かりました。佐藤信行さん、レインボーの星ありがとうございます。思い思われ、振り振られじゃなくて、おい追われ、お追われみなちが、そう、初日の日私がえってなった時、サンデオって助けてくれてます。ジョナンさん、レインボーのありがとうございます。継承、みんなコンサートにやられてる、コンサート後ろね、あれね、なんか本物の日じゃないらしくて、でもなんか暑いってですよ、他のメンバー言ってたんですよ。そう、結構他のメンバーあれ暑かったって言ってたんだけど、私とさやかちゃんはウェイってなんか全然、そう、なんか暑くなくて、なんかあんま暑いってならなくて、私とさやかちゃんは心の中でそう、なんかうわーみたいな上がってるっていう、そう、なんかそう、なんかもともと本物の日じゃないって聞いてたんですけど、なんか結構みんな暑いって言ってたんで、そう、結構暑かったって言ってたメンバーが多くて、私とさやかちゃんはえあれ暑かったっていう話になって、あんまね、そう、暑さは感じず、ウォーみたいな上がってるっていう、そんな感じだった。でも音が結構ねバチバチバチって言ってる。それよりあのオープニングのテープの方 にびっくりした。あのパーン出てきたじゃん、あれ一応ね教えていただいてるんですよ。そう、
一応ね、あのあれは教えてもらってるんです、先にあのこの曲でテープ上がります来ますって教えてもらってるんだけど、あれ聞いててもびっくりするぐらいの音じゃないねであれ結構だいぶ音すごくない？もともと私たちも知ってるの、私たち知ってるからさ、まあ一応なんか来るかっていうの分かっててもあんなびっくりしたからさ、みんな本当にびっくりするよね結構あれ音もさ結構、しかもね、何のね、何のね、あの予告もね、なくピューにピューってくるじゃん、ね、びっくりする、音でかびっくりしちゃうね聞いててもびっくりしたから、聞いてない皆さんも何事って感じだよね。あっちがね結構ね音がね強烈だったね、びっくりしちゃった、カメラ落とすねなっちゃうよね、帰って気づいたらテープ何枚か、お当たりだ当たりだいや、あれはびっくりしたな、あれびっくり、え、ニコヤー、ニコヤーでもね、今ね夜食食べたからね、おとなしめだね、おとなしめボーイですね、おとなしめボーイくん、うん、おとなしめじゃなかった全然悲しみになって座って抱っこするとね、うわって言うんです、なんか音の後にテープが来るもんね、お久しぶりです、だってよニコさん、バチさんかありがとうございます、かわいいやって、重たくなったんです、彼彼だいぶ重たくなりました、暴れん坊ですよパパレンボーです、元気が一番、麦茶が飲みたい、カフェインゼロの麦茶を飲みます、お疲れ様ですね、でもね、ワンコさんって飼い主に性格が似るっていうよね、誰に似るんだろうね、だって飼い主一応3人いるじゃん ね、よく会う飼い主は3人いるじゃん、お兄ちゃんはちょっとあんまお家にいないからあれだけどね、オスなら女性に似るの、おじゃあお母さんか、私じゃん、トゥ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 、ね、出すかお母さんじゃん、私そんな暴れてなくない、私ってそんな暴れん坊じゃなくない、え多分眠たくなり始めてる、よく食べる、よく食べるね、ニコや今日も夜食食べたもんね、カメラはなかなか見てくれないニコやカメラを見るんだ、ニコやカメラを見て、脱力モードじゃんだいぶ脱力するじゃんニコヤン、ニコヤンちょっともうちょっと力を持って、分かった分かった分かった、脱力モードじゃん、眠たいですね、お寝寝タイムです、
あ、割と暴れてるんだ。うん、私、家では静かで、そう、毛がモフモフしてる。毛が伸びた。高いところ。なるほど。大きくなってますね。成長ですね。こんばんは。こんばんは。今ぐらいが毛がちょうどいい気がする。人も一緒ですね。切りすぎたなと思って。ニコさん、あ、ニコさんは今5ヶ月ボーイですね。5ヶ月、そうだね、今5ヶ月ボーイ。来月ハーフアニバーサリーボーイになります。来月ですね。来月6ヶ月ボーイです。来た後にこうなんか面白いよね。もう別人だよね。って花を敷いてください。ありがとうございます。それでは55分になったらランキングを見ます。ボーイの成長早いですよ。来月半年ボーイですから。切られたね当初ね。ニコさん面白いよね。もうなんかね、犬種変わったのっていう。最近ニコね、自分からね、お風呂場に入れるようになったの。なんか入れるとこ増えてるの。なんか前はね入らなかったんですよ。お風呂場に怖くて、怖くて入れなかったら、最近そう自分からテクテクとお風呂場に入っていくようになって、そう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 、切った当初の猫さん面白いよね。なんか笑っちゃいけない、なんかね、なんかふざけてるわけじゃないんだけど、ちょっと面白くて笑って、なんかごめんね、そう笑っちゃうよね、ごめん。ね、なんかね、笑い事じゃないのは分かってるんだけどね、ちょっとなんかね、なんかね、ちょっとね。ごめんね。切りたてニコさん面白いんだよね。ただタンタンさん、パンダありがとうございます。来週生活、おー、よろしくお願いいたします。多分またもうしばらくすると切るんだけど、面白いよね。最近これ結構凛々しくて面白い。あとは結構ねかっこいいんですよ。あ、これが好きだ。これ見て。あ、面白い写真がねいっぱいあるの。ねえ、だ、面白い写真がねいっぱいあるのね。笑っちゃいけないのは分かってる。そう、それが好き。笑っちゃいけないのは分かってんの。なんかね、そう、笑っちゃいけないことはないと思うんだけど、なんか面白いんですよ、顔が。これね、大優勝。日向ぼっこしてるニコさん。ニコさんね、日向ぼっこするのがね好きなんですよ。なんかだから洗濯物干す時とか一緒に外に出るんですよ。それ好き、面白い、可愛くて。ニコジーって言われてるよ。いいの、ニコや。いや、はい、可愛いよね。あ、暗くなっちゃった。ね、可愛いけどちょっとなんか面白いよね。
そうそうそう、日向ぼっこが好きだから、そう、洗濯物干すときに一緒に外に出るんですよ。あ、大丈夫。たまにね、お顔が老けるんですよ。で、たまにね、顔が老ける。ちょっと今送んない？あ、私が消せばいいのか。もうたまにね、お顔が老けるの。可愛いよね、愛おしいよね。あ、愛おしい。老けてるの、たまに顔が。そう、毛が伸びれば伸びるほどね、老けるんですよ。面白い、かわいい、かわいいし、なんかかわいくて面白いよね。愛おしいよね、もうここまで来るとね。あー、面白い。老けちゃう。でもね、やっぱ優勝してるのはこれじゃない？これが一番でしょ。いい光と、いい光と。マサラキさん、かわいい。ありがとうございます。ね、光がね、くぐ、ね、光がね、結構当たってる感じと、もにこさんのこの顔が一番いいと。面白い、かわいいの。普段はね、とってもかわいいんだけどね、たまに老けるんですよ。老け猫が登場するんです。あ、55分教えてください、ありがとう。かわいい。じゃあ最後にかわいい写真を見せとこ。かわいいんだよ僕っていうの教えとこ。でもこれだいぶ前、1回目切られた時、顔が全然違う。可愛いんだよ僕っていうのを見せとく。ニコヤン可愛いんだよって。ちょっと結構飛んでるけど見て。でもこれ多分ね、結構1回目切られた時だから3ヶ月とかかな、4ヶ月。あ、もうキュッキュの目ね、お人形さんみたいだよね。バイチさん可愛い、ありがとうございます。そうね、そう、おじいじゃないんだよっていう。そうそう、ランキング読もうかな。最後におじいたかわいい肉を並べとこ。ドイツ人物です。ちょっと多分ね、撮ってるね、撮ってる時は違うんだけど、ドイツ人物です。こんな感じです。可愛らしくて面白いニコでした。ああ、いいね。それでは13位からランキングを見ます。おっと。13位、ぼうちゃんさん、ありがとうございます。12位、ふるやさん、ありがとうございます。11位、はるみさん、ありがとうございます。10位、すばるさん、ありがとうございます。9位、ハニーさん、ありがとうございます。8位、イーイーさん、ありがとうございます。7位、タタタンタンさん、ありがとうございます。6位、斉藤信之さん、ありがとうございます。5位、しんじいちゃんさん、ありがとうございます。4位、たっちゃん、ありがとうございます。3位、バウチさん、ありがとうございます。2位、パパさん、ありがとうございます。そして1位、元隊長さん、ありがとうございます。よし、今日も遅くまで見てくださり、聞いてくださり、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。